ハロー、美容料理研究家ゆです。今日は今流行りのこちらを使って美味しいものを作りたいと思います。キッコーマンの豆乳とこれを使ってフレンチトーストを作ってみたいと思います。どんな仕上がりになるのかお楽しみに。それでは早速アイズクッキングスタート。早速いただいてみたいと思います。どんな味がするのでしょうか。いただきます。いい感じにアイスが溶けております。焼いてる時もそうだったんですけど、すごいバナナの香りが広がります。バナナ好きさんにはすごくおすすめなお味ではないでしょうか。でもすごく美味しいです。ちゃんと中まで染み込んでます。全然漬け込み時間がなくてもすごく中までねしっかりと味が染み込んで、しっとりふわふわのフレンチトーストが簡単に出来上がります。ぜひぜひ試してみてくださいね。それでは今日もご視聴ありがとうございました。美味しそうだなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。それでは See you next movie! バイ!アイズクッキングでした。